桃色夜話は、桃色クローバー Z が行うライブシリーズの一つ。その模様を収録した DVD、およびブルーレイディスク作品も発売されている。ダンスはほとんど行わず、歌の世界観を伝えることに特化した、完全着席性のライブ。既存の持ち歌を歌う場合でも、ほとんど動かない範囲での振り付けになっている。演奏は、アコースティック編成のバンドが生演奏を行う。 また、メンバーの持ち歌以外に、過去の名曲のカバーや、ゲストとのセッションが披露される。桃色世話第一夜会場のゼップ東京2012年11月17日に、ゼップ東京にて第一夜、拍手として行われた。吉田てるみが、パーソナリティのラジオ番組という設定で、リスナーからのリクエストを受けたという前振りで曲が、歌われた。また途中、南高説による、 フォークソングの授業も行われた。2012年8月、桃色クローバー Z は、坂崎孝之助が主催するフォークイベントにグループとして参加し、初めてソロでアコースティック楽器とのセッションに挑戦。メンバーの佐々木彩香は、山口桃江の秋桜をカバーするも、大きく音を外すなどして歌いこなすことができなかった。本人は、翌日のブログで謝罪するなど、 重く受け止め、後日インタビューでは、一曲しかない中で、今まで歌ったことのないジャンル、それも大先輩の歌を歌わせていただく、ということをもっと真剣に考えなくちゃいけなかったと、反省した。同年11月、秋桜リベンジの機会も兼ね、グループ初のアコースティックライブが開催された。これに際して本人は、歌詞を読み込み登場人物の設定や物語の、 解釈を複数パターン熟行。自分なりにしっくりくるものを決めて曲との距離感を縮め歌詞とコード進行の関係性も頭に入れてからボイストレーニングに臨み万全の体制で本番を迎えた。この時のパフォーマンスが認められ翌2013年の7月には秋桜の作者である佐田正氏のコンサートにゲストとして招待されることとなった。ステージ上で さだと秋桜をデュエットし、通算4000回となる区切りのソロコンサートに花を添えた。後日のインタビューでは、最初の失敗を振り返り、歌に対しての意識も変わったし、パフォーマンスに対する意識もあの日を境に上がりました。力が足りてないから、理想のレベルを落とすんじゃなくて、揺るがない理想に向かって、進んでいかなくちゃいけないと述べた。コスモス初恋涙目のアリスありがとうのプレゼントつがる。 半島タッピ先襟もみ先だったアディーなんだ。もう音。太陽と、エクボ少女人形名残ゆき神田川。あの素晴らしい愛を、もう一度オーバーチュアワニと、シャンプー春になったら白い風君雪ロストチャイルド。Z 女戦争も烈れ宇宙公共局。第七楽章。無限の愛強く強く荒野の果てに、三尾歌106番走れ。2014年2月19日に EX シアター。六本木にて、 第二夜、幻想として行われた。それぞれの歌の世界観に焦点が当てられ、ソロで歌う前に、他のメンバーが歌詞の一節を朗読するという演出がなされた。これは、メンバーの歌唱力が上がってきたことから、一歩先を目指す。ため、歌詞の意味を深く理解した上で、メロディに頼らず言葉の力だけで伝えることを意図した、ものであった。空のカーテン太陽とエクボのみだのアリス・ハロー。 アゲーン、昔から、ある場所、抽選もしもピアノが弾けたなら、卒業 DNA 教師局確かなことサイレントイブ、ピンキー・ジョーンズ・コントラディクション・ゲターン。ロックン・ルージュ・星空のディスタンス永遠の、トリニティ・ノーサイド・ゼット・オーナー戦争中飛ぶ。お座敷列車オレンジノートいつか君がハイト・ダイヤモンド。ありがとうございます。